こんにちは。マリサだぜ。霊夢だよ。今日は言わなくてもわかるわ。取り消すの起動画面だから。うぷ主、大好き、バーチャファイター3ね。そうだぜ、よくわかったな。わからいでかい。うぷ主、まだ、日付と時刻を合わさないの？本体の、内蔵の充電式電池がダメなんだろう。ネットに、交換方法や対策が出ているが。うぷ主は面倒くさがりだし、やらないのね。それに、分解するほど調子悪くないしな。簡単に分解できるし、もっと調子悪くなってからね。ま、そのうち考えよう。それで、今日はバーチャファイター3の何？ 2P カラーのパイで、難易度ノーマル、サンセット選手のデフォルト設定で、コンティニューなしで、ノーマルモードをクリアするぜ。あら、2P パイ、いまいちって言ってなかった？ん、確かに 1P パイを使ってきたが、最近、2P パイを使ってみると、これもありだな、と思うようになったんだ。1P パイも、見ようによっては、寝巻きみたいだしな。最近のはもう、コスチューム買い放題だしね。私は、あそこまではいらんがな。1P と、2P でいいぜ。ま、バーチャファイター3の、2P パイは異質ね。そうだな、ここにも開発陣の意気込みを感じるぜ。空回り気味だが。バーチャファイター3は全てに、開発陣の新しいものを作ろうとする勢いを感じるわ。うぷ主は大好きだが、そこが、ガチの格闘ゲーマーには不評だったんだな。うぷ主、オープニングの映像も音楽も大好きだしね。そろそろ、うぷ主大好きオープニングが終わるな。このまま試合にしてもいいんだが、芸がないので。はぁ？裏技では有名すぎるオープニングの音楽をやるぜ。何？いつも流している、うぷ主大好きの。音楽とは違う音楽が流れるんだ。うぷ主は当時ゲーセンの筐体から流れているのを。聞いたことはないがな。あ、サントラに収録されている音楽ね。そうだぜ、うぷ主も持っているぞ。そろそろ始まるぞ。ちょっと聞いてみるか。そうしましょう。どうだ？こんな感じだぜ。リオンまで来たから、もう終わる。ああ、はいはい、こんなのよねー。サントラを思い出したわ。比較するため、もう一回いつものを聞いてみよう。もう、ええー、て。まあまあ、そう言わず。うぷ主、ただ聞きたいだけでしょ？ま、黙って聞いてみようや、始まるぜ。あれ？だろ？後で言うから、聞こう。
やっぱり、こっちだな。そりゃそうだけど、空の色違うやん。まあ、これも裏技の一つだ。いろんな出し方があるが。一回、クリアした後、放置しておけばいい。へえ、ここからは、もう同じね。霊夢、もう一回聞くぜ。なんで？まあまあ、見たらわかるから。あれ？だろ？まあ見てくれ。また、空の色が違うわ。これも裏技の一つだぜ。これも、クリアを、放置すればいい。やり方は他にもあるみたいだがな。空の色が3種類あるのね。そうなんだ。しかし、ほんと、うぷ主、バーチャファイター3。好きねえ。ロードの長さは慣れたわ。長さより、取り消すの機嫌が心配だな。サラヤン。ステージからして、相手は多いね。もっと何種類もあるぜ。そうなんだね。そのうち、この場面のいろんなのを集めてアップするか。全部の組み合わせを見てみたいわ。ちなみに、この組み合わせは、おっさん二人のジェフリーステージと違って、二人ともリングアウトはしないぜ。ま、いつもの、おっさん二人よりは断然いいな。そうね、見た目が美しいわ。チロリーン、始まるぞ。さすがに、うぷ主、一つ下げれば、ノーマルモードが出るのを覚えたわね。キャラセレクトで、1P 側から 2P パイの出し方は、大概どのゲームでも変わらんので省略。お、2P パイになったわ。これから、実況してもいいが、うぷ主、さすがにクリアするんだろうし。オープニングの話に戻るか？そうしましょう。あの裏技の音楽は、思い出したけど、やっぱり、ちょっと地味すぎるわ。そうだな、全く盛り上がらんな。なんか、今から100円入れて、戦うぞって感じにはならんよな。でも当時、オープニングの候補に最後まで残った。なんて、何の雑誌か忘れたけど読んだわ。私も、確か開発人の誰かの、インタビュー記事を読んだな。まあ、順当にいつものが選ばれたわけね。違いすぎるもんな。選ばれなかった方は、オープニングの映像があんなに、スピード感があって、かっこいいのに。選ばれなかった方は、ただ淡々と流れているだけだしな。そうよね。バーチャファイターらしい音楽なんだけど、オープニングのあの映像の音楽じゃないわね。アニメの映像と音楽の関係と同じだな。このバーチャファイター3の稼働当時は、今のアニメほど、すごくなかったんだろうが、先に映像か、音楽か、どちらからできたか、わからんくらい、音楽が変化すると、同時に映像も変わるもんな。そうそう、結構前から、そうなってきたわね。うぷ主も、すべてのアニメのオープニングを、エンディングを含め知っているわけではないが、一例を挙げると、有名どころで、エヴァのオープニングの、映像と音楽があって、変化するのには、感動したらしい。古いわね、残酷な天使のテーゼよね。そうだぜ。特に、痛い気な瞳の後の、
てん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 って部分の中で、初号機にエントリープラグが挿入される映像に、コックピットの映像に、外部電源に切り替わって、活動限界の残り時間のカウンターになる映像に、シンジ君が操縦桿を押す映像に、シンクロ率の映像が、目まぐるしく、パパッと入って変わる部分に、うく主は痺れたぜ。そうね、あそこはかっこいいわね。特に、それと、もう一箇所。だけどいつか気づくでしょぼ、その背中にはの。あとの、これまた、てん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 の部分で、怒り言動に、美里さんに、赤木博士に、レイが、テンポよく映像が変わる部分もいいぜ。あるある。やっぱり、ガイナックスはうまいなぁ、と思ったぜ。これも何かのガイナックスのインタビューで、読んだが、かっこよく、というかテンポよく、見せるには、音楽が変わるのと同時に、映像を変えてはダメで。ほう？音楽が変わる、2秒前に映像を変えるそうだ。そうすることで、かっこよく、テンポよくなるそうだぜ。微妙な、ノウハウがあるのね。そうらしいぜ。で、このバーチャファイター3のオープニング映像が、いつもの音楽に合わせて変化はしていない。合わせてはないわね。テンポよく、順番に戦ってはいるけどね。そうなんだ、だが、うく主大好きな音楽の方は、アニメのように、あってはいないが、音楽のテンポの良さもあってか、なんとなく、あっていなくても、心地いいんだよな。うく主が、大好きなのも、そんなところからかしらね。それに比べ、裏技の音楽の方は、ただの、地味な BGM って感じだな。そうね。それに、エンディングに使えるか？というと、エンディングって感じでもないわね。確かに、慣れもあるかもしれんが、ホンマモンの方がエンディングらしいぜ。そうね、クリアご苦労様でしたって感じね。ところで、ステージはどこまで進んだんだ？ステージ3で、影と戦ってるわね。まだ、ステージ3か。先は長いな。オープニングを4回も流すからよ。そりゃそうだ、あっはっは。うぷ主、コンティニューなしで、ジュラルを倒すまで。何回も最初からやり直した動画だから、必要に長くはないんだがな。あ、うぷ主、以前の難易度ノーマルの HP パイの時は、1回目で金ジュラルをリオンステージで倒したが、2P パイで出てくる、金ジュラルは、なかなか倒せず、何回かやり直しているぜ。なんで？ HP パイの時は偶然だったのかな？金と銀なんて、色違いなだけでしょ？そのはず、性能差はないはず。ま、やっぱり、ジュラルは規格外に強いってことか。そうだよね。次、ステージ4のリオンよ。最近、難易度ノーマルじゃ、負ける気しなくなってきたな。難易度、上げてみたら？今度、やってみよう。2P パイの靴で蹴られたら、痛そうだな。そうかも。DOA のキャラに比べや、可愛い方だな。燃えて。実況するか？うぷ主、ワンパターンだしね。そうなんだよな。蹴るか、ドッグか、回し蹴りで。ダウンさせて、上からダウン攻撃だからな。避けられたら、絶対反撃食らうしね。最新の、e スポーツでも変わらないもんね。ま、今更変わらんってことだな。年だからねー。そうだな。何か、面白い話ないか？急に何を？まだ、ステージ4だし。実況する気せんし。急に言われてもねー。そうだなー。視聴者様方に、ですが。ほう、チャンネル登録者数と、総再生時間が、伸び悩んでおります。最近、バーチャファイターばっかり、やってるからじゃないの？やっぱり、そうかな？たまには、グランツーリスモ系でもやってみたら？いまいち新鮮さに欠けるな。それに、他にもいっぱいやってるし。ま、バーチャファイターも、そうだけどな。実写系なんかは？ネタはなくはないんだがな。
廃墟系は？廃墟系も、やってる人多いよな。まったく、経路の違うネタやるかな？いいかも。難しいな。視聴者の皆様方、チャンネル登録と、総再生時間を、何卒よろしくお願い申し上げます。急に、変わったのをあげても、驚いて、ご視聴をやめないでください。うぷ主、これが言いたかったのね。そうだぜ。で、ステージ5で、ジェフリーとか。うぷ主、得意なキャラね。このステージって、結構リングアウトしやすいよな。海との境目で戦えば、勝った方も、負けた方も落ちるわね。面白いよな。影ステージも勝ったのに、落ちることがよくあるよな。サラステージなんか、いかにも落ちそうだけど、CPU と真剣に戦うと、意外と落ちないよね。意図的にホームの端まで行かないと、落ちないな。また、相手が CPU だと、ホームの中央で戦おうとするよな。鈴木優先生の言う、しようかな？だろうな。まだ、ジェフリーと戦ってるのか？このセットで勝つでしょう。ほんと、うく主、ワンパターンだな。リングアウトガチでもやってくれ。落ちるなよ。落ちても面白いけど、普通に勝ったわ。ギリギリんとこで、戦っとんな。まあ、こういうところが、バーチャファイター3の面白いところなんだがな。うぷ主的にはねー。まあ、ガチの格闘ゲーマーの言うことも、わからんではないがな。ゲームによっては、武器や、体にアーマーをつけるのもあるが、バーチャファイターは、素手での格闘だから、いわゆるイコールコンディションの、場所で戦いたいんだろうな。だから、バーチャファイター4からは、平面のリングに戻るのね。周囲の状況に左右されず、純粋に格闘を楽しみたいんだろうな。例えば、ビヨンステージの図書館で、最上段から、うぷ主得意のダウン攻撃を、真ん中の一番低い場所でダウンしている。ビヨンにパイが炸裂させたとすると、中学の物理の、力学的エネルギー保存の法則で、あくまで、リオンの真上から炸裂させたと、考え。実際は放物線上に炸裂するけど、高い位置からだから、真上からと考えましょう。MGH イコール2分の1 MV の2乗が成り立つ。MGH が1エネルギーで、M が質量、G が重力、で、H が高さだぜ。2分の1 MV の2乗が運動エネルギーで、なので、高さ、H が大きくなればなるほど、大きなエネルギーを持つわけだ。高い場所から飛び降りられるのと、低い場所から飛び降りられるのの違いね。直感的にわかるよな。高いところにいる方が有利なんだが、リオンステージで言えば、真ん中のところに、リオンとパイがいると、1エネルギーは同じだ。パイが階段の最上部から攻撃するには、当然、高さ、H 分階段を登る。ということは、パイは、H の分、階段を登る仕事量が、リオンより、必要ってわけだ。ただでは、1エネルギーは手に入らないのね。物理的には、平等なんだ。今、戦っている、春ステージは、予測不能な、上下運動だな。ステージごとに、面白さがあるわね。ステージの面白さは、雑誌なんかで、事前に知っていたが、うぷ主が、実際プレイして本当に面白いと、感じたのは、稼働前のロケテストの時だな。うぷ主、大阪東京横浜なんかに行ったのよね。そうだぜ、うぷ主、何回も並びまくったぜ。なので、うぷ主が一番腰を抜かすほど、ビビったのは、まず映像からだったぜ。あの、1996年の AOU アミューズメントエキスポでの、鳴り物入りで出てきた、セガの新機版。モデル3。発表と、葵の演舞の映像ね。うぷ主、あの映像には腰抜かしたぞ。何しろ、バーチャファイター2からの、伸びしろがめちゃくちゃ大きかった。モデル1からモデル2基盤の、進化の日ではなかったのね。少なくとも、うぷ主はそう思ったぜ。うぷ主は、その時の動く映像を覚えているんだな。現地には行っていないわよね。
言っていない。当時、YouTube があったかどうか知らないが。ウプ主は、SNS 環境では見ていないはずなんだ。テレビで放送していたのかな？まあ、何かの番組の1コーナーかなんかで。見たのかな？ウプ主的には仕事でも、紙媒体の時代だったしね。ま、ゲーセンの筐体を家庭用ゲーム機が、性能的に超える直前の時代だな。そんな話をしていると、ステージ8の葵と戦ってるわよ。次はジュラルだから、葵も強いぞ。モデル3基盤出身だわよ。なんのこっちゃ。ま、葵には、思い入れがあるのは確かだ。しかし、バイを使い続けているがな。ウプ主、CPU 葵に2セット取られたわよ。ステージ8だからな。強いわね。後がないから、ウプ主、参戦勝するぜ。最近は結構ウプ主も昔に戻ったわね。そのようだな。フロリダのディズニーワールドで、アフリカ系アメリカ人に勝ったくらいだもんね。勝っただろ。まあ、難易度ノーマルなら、もう勝てるな。葵もパイも、リングアウトの時の悲鳴が可愛いぜ。サラも別の意味で可愛いわ。あ、このステージも、端まで追い込みゃ、リングアウトさせやすいな。葵のカラー違いには開発時に、女子高生があったんだぜ。ああ、有名よね。当時から、画像も流出してたし。流出って言うな。あら、そう？今じゃ、コスチュームが何通りも用意されてるし。なんなら、PS ストアで買えるもんね。そうなんだ、コラボモンとかな。まあ、昔からだが、セガのコスチュームデザインは、抑制が効いているな。ゲーム性が違うとはいえ、DOA みたいなのは出てこないぜ。昔から、そのあたりは、セガは優等生なんだよね。最新作で過激さが増しても、優等生なデザインだわ。やっと、ジュラルにたどり着いたぜ。視聴者の皆様、長くなり申し訳ありません。最後までご視聴いただけますと助かります。もう少しで終わるからな、霊夢。はいなあ。元気やな。これも有名だが、なになに？セガって、なんでセガっていうか知ってるか？そんなん常識よ。前の会社の名前がサービスゲームスだったのよね。で、サービスの最初の SE に、ゲームスの最初の GA をくっつけたのよね。ピンポン。古い言い方。そうか？任天堂なんか。ウプ主は、ハードもソフトも持っていないが。中学生の時、電車で毎日本社ビルを見ていたぜ。そういや、ウプ主、任天堂のゲームは、全くやらないわね。職場で横に座っている直属の上司は、以前スイッチが抽選に当たった、なんて喜んでいたのを冷ややかに見ていたぜ。だから USJ の任天堂ワールドにも、あ、スーパーがつくの？一歩も足を踏み入れないのね。当然子供も馴染みが全くないし行ったがらない。それに電車では行けないが、比較的近くに、任天堂発祥の地がある。今でも、当時のかっこいい近代建築が残っているぜ。へぇ、行ってみたいわ。ま、観光気分で歩いていく分にはいいだろう。え？どういう意味？ん？まあ、そういう意味だ。場所を検索するといい。はい。ウプ主、セガの本社には行ったことはないが、レンタヒーローで、オードリー・オートリーって、名前にして出てくるぜ。ま、今は移転したがな。それに、ドリキャスが発売される数年前に、株式会社セガエンタープライゼス関西支店が、大阪府の豊中市にできたんだ。へぇ？その前はよく車で走ったが、ドリキャス発売前に、建物の中央付近のよく見えるショーケース、みたいな窓際に、ドリキャス本体がソニックのポップと共に、神々しく飾ってあったぞ。昔のことはよく覚えているのねー。年だし、認知症が出てきた？人は大概、大なり小なりそうなる。
なんて言ってる間に、エンディングも終わるわ。もうすぐ、ネームエントリー画面だな。Gボタンを押しながら、文字を選ぶのは。選ぶ方向を考えないと、3文字入らんな。毎回、緊張するわね。アルファベットキャラを倒すのは簡単だがな。ロード、長いね。出た。うぷ主もだいぶ慣れたな。と、いうか戻ったな。まあ、この部分は、バーチャファイター3ならでは、ね。そうだな。セガのゲームならでは、だな。こういうセンスは、セガねー。いいよなー。うぷ主、ゲーセンの筐体でもよくやったなー。もうすぐ、ランキングが出るぞ。うぷ主、ゲーセンの筐体を、全部、自分のイニシャルに変えていたなー。5段階なぁ。どうでもいいけど、デュラルを倒した割には低いわね。てか、ここ時間長すぎだぜ。やっと、終わりね。じゃあ、そろそろ、ご挨拶行くか。ここまで見てくださっている視聴者様には、感謝しかございません。今回の動画はこれで終わりです。最後までお付き合いしていただいた皆様、お疲れ様でした。何かお気づきの点やリクエストがございましたらコメント欄に。もし、この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録と高評価をいただけましたら幸いです。それでは皆様お忙しいところ、ご視聴いただきありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。それでは皆様ごきげんよう。Game over.